はい、じゃあ本日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。名前を教えてください。佐々木圭太郎です。はい、じゃあ今日の自分のプレーはどうでしたか？ドリブルで1対1でかわしたのが良かったです。じゃあどういう時にかわせましたか？1対1の場面です。どういう時にかわせましたか？え1対1でどういう時にかわせましたか？相手を騙したり、相手を騙してかわしました。相手を騙してみた。普段自主練はしてますか？はい。どういう練習してますか？1対1はルーレットの練習をしてます。ルーレットの練習。じゃあ好きな女の子いますか？いなくなりました。いなくなりました。いたんですか？はい。お、名前は言えますか？同じクラスの女の子ですか？はい。お、じゃあなんで好きじゃなくなっちゃったんですか？飽きたからです。飽きたから。そんな。じゃあ好きな食べ物ありますか？焼肉です。焼肉いいですね。お肉美味しいもんね。じゃあ最後にお父さんお母さんに感謝の言葉をお願いします。はい、いつもサッカーの送り迎えとかをしてくれてありがとうございます。はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。